サブチャンネル、お久しぶりです。ジョージ石原です。まあ、今回はですね、ちょっとメインチャンネルの方でこのダークデスサイザーヘビーオービットと、最近発売されたあの超絶シリーズのウィニングバルキリーとか、ジェットアキレスとか、あのエンペラホルネウスとか、まあ、その3つと対決させてみたんですけど、まあ、かなりいい勝負したんですよね。なので、今回はですね、超絶シリーズの今販売されている3つのうちでは、多分これが一番強いんじゃないかなと思う、あのエンペラホルネウス、こちらとですね、このダークデスサイザーヘビーオービット、ちょっと徹底的に戦わせてみたいなと思いましたので、今からやってみたいと思います。で、こちらはもうデフォルトです。ゼロヤード、まあ、もうこのままで相当強いので、まあ、これはもうこのままでいきます。ではまずはダークデスサイザーから、そしてエンペラーホルネウス、おバーストした。まあ、メインの方では一回もバーストしなかったので、バーストしましたね。そしてダークデスサイザー、まあ、メインで動画撮った時は全然エンペラーホルネウスで、あのダークデスサイザーバースト取れなかったんですけど、いきなり取れちゃいましたね。おお、エンペラーホルネウス強いぞ。もう一回エンペラーホルネウス、そしてダークデスサイザー、では次はダークデスサイザーから、でエンペラーホルネウス、お、エンペラーホルネウスだ。次はエンペラーホルネウスで、そしてダークデスサイザー、あー、ダークデスサイザーですね。次はダークデスサイザーが先で、そしてエンペラーホルネウス、あー勝つな。はい、そうですね、シュートする順番で決まっちゃいますね。はい、いかがだったでしょうか。まあ、こちらの2つなんですけど、まあ、意図的に勝敗をつけようとさえしなければ、まあ、ほぼほぼ先にシュートした方が負けますね。ただちょっと気になるのは、最初1回こっちバースト勝ちしてるので、ダークデスサイザーは1回もバースト勝ち取れてないんですよ。まあ、それ考えると、まあ、エンペラーホルネウスの方が若干有利なんじゃないかなと思います。ただまあほぼほぼ互角じゃないっすかね。まあ、強引にぶつけに行ってバースト狙ったりっていうのをすりゃまたね、勝敗は変わるんでしょうけど、これね、なんせね、このエンペラーホルネウスってなかなかバーストしないんですよ。これがね、このベイの強みですよね。まあ、ダークデスサイザーって2年ぐらい前ですかね、まあ、2世代前のベイなので、それでもまあこんだけ強いっていうことなので、やっぱりこのベイすごいですね。さすが殿堂入りという、まあ、そんな感じはしました。ありがとうございました。やっぱりね、このダークデスサイザー優秀ですよ。まだ戦えるっていうのはね、すごいっすよね。